そういうの立場的に言えないんだよな。ちょっと微妙なんだ。前の信号はやめときます。やめときます。まあ、キャンプ中のインタビューとか、まあ、取材、まあ、あんまりなかったんですけど、まあ、してもらってる時って本当になんか辛くて、まあ、この1年投げてるよりはすごい前進になるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。やっぱ落合ヘッドに僕はその最初相談をして、まあ、僕自身がそのドラゴンズを背負って立てるように、まあ、そういう力を持ってるっていうふうには言ってもらった時は、もう怪我をしてすごく弱気になってた部分があったので、すごくなんか嬉しかったですね。